皆さんこんにちは。霊夢です。マリサだぜ。フランだよ。ということで今回は、最近新しく発表されたゲームを紹介していきます。そうなんか。何のゲームだ？もちろん鉄道のゲームです。先に言っておくと、まだ発表されただけでリリースは7月27日だそうです。早く発表してくれよ。まずはそうでしたね。気になるゲーム名は、デジプラコレクション丸ごと鉄道です。デジプラはデジタルプラモデルの略で、鉄道模型がスマホで遊べるって感じのゲームです。そうなんか。いや、ちょい待てよ。それなら鉄道パークZがあるやん。確かにそうだよな。言うと思いましたよ。実はこのゲームめっちゃすごいんです。何がすごいんだ？鉄道パークZは、ジオラマを君の手に、でしたね。それがどうした？でもこのゲームの名前はデジプラコレクション丸ごと鉄道でしたね。そう、デジプラ、ですよ。あ、じゃあこれはプラモデルってことか？大正解。そう、このゲームはジオラマだけではなくプラモデルの要素もあるんです。じゃあマリサさん、プラモデルの醍醐味といえば？なんだろう。料理ある、とか？それも大正解。でももう一つ、フランさんわかりますか？なんやろなぁ。お、わかったぞ。では答えをどうぞ。作ってる時も楽しい、やな。大大正解。そう、このゲームはこんな感じで車両を組み立てていけます。何それめっちゃすごい。そう、その名もプラモモード。内装まで作れるんか。そうみたいです。なんかこうやって作るのいいな。現実でも内装まで作れるのがたまに本屋さんで売ってますが、あれを完成させるのにものすごい時間とお金がかかるんですよね。ああ、たまにあるよな。ちなみに私はアシェットコレクションズさんの、ブルートレインさん車両を作るを買ったことがあるのですが、DF66 の前面を作って終わってしまいました。なんだよそれ。まあ余談は置いときまして。そしてこの作った列車は図鑑で見ることができるようになります。へぇ。車両についての説明も見れるんだな。そうですね。ここからまた鉄道の知識が広がりそうです。確かにそれはいいな。もちろん図鑑で見るだけではなくジオラマで走らせることも可能です。すごい。もちろん自分でレイアウトを組むことができ、視点も豊富です。江ノ電かっこいいな。写真も撮れるんやな。こっちのゲームでもスクショコンあったりして。ちょっと期待してましょうか。CG もとても綺麗やな。こちらの運営さんも CG には力を入れてるのではないでしょうか。そして詳細はこちら。iOS、Android にも対応していて、基本プレイ無料です。そして気になるリリース日ですが、今月27日です。おまじか。めっちゃ楽しみやな。そしてなんと今、事前登録受付中です。お、マジか。事前登録は公式 Twitter をフォローするか、メールアドレスで登録できます。App Store から事前予約をしておくと、リリースされた際に通知が来ます。それは予約しとかないとな。App Store の場合、表記が予約注文ってなっていますが、無料なのでご安心ください。また Twitter で事前登録をすると、このように豪華特典をもらうことができ、公式 Twitter のツイートをいいねやリツイートすればするほど、特典は豪華になっていきます。具体的にはどういうことだ？公式 Twitter をフォローし、いいね、リプライをしたら5ポイント、リツイートで10ポイント獲得できます。そして全員のポイントが貯まれば貯まるほど、特典が豪華になっていくという仕組みです。なるほど。それはいいな。なので皆さんでポイントを貯めて皆さんで豪華特典をゲットしましょう。N700S 新大阪に着くといいな。7月4日現在掛川まで来てます。ということでいかがでしたでしょうか。公式ホームページと公式 Twitter は概要欄に貼っておきますので、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。今回ちょっと鉄パをディスりながら紹介しましたが、これからも鉄パは鉄パでどんどんやってくので、応援よろしくお願いいたします。そうだもんな。300K 取るまでは終われないもんな。ええ。ということでご視聴ありがとうございました。